はい、こんにちは、山寮と申します。今回は、会員獲得についての説明ということになりますね。まあ、多分これは結構需要が多いんじゃないかなと思います。前のね、今まで上げとったやつでも結構再生をいただいておったということですんでね。で、まず共通、書き留め共通の、問題っていうのは、他に触れてますんで、そこで詳しく知りたい方は見てください。で、会員書き留めについて簡単に説明をさせてもらうというふうにさせてもらいます。で、ただこれを分かってないとどうしても絶対説明ができないので、これだけは言っておきます。書き留めというのはあくまでも保険サービスですよということですね。追跡がつくのが書き留めなんか、ね、サインをもらうから書き留めなのかといったらそうじゃなくて、一番の目的は保証ですということですね。書き留めというのは要は、中身が壊れとったやないかいとかね、届かんかったやないかいという時にはそれを、ね、他のやつは他のサービスは全部データバックも何もそうなんですよ。あ、ゆうパックは別ですけどね、郵便のサービスとしてはね、いえ、賠償しろや、中身超えとったやないかいって言った場合には、いや、な、保証できませんっていうふうになるっていうのが郵便の共通のルールなんで、そんな中でやっぱ賠償をしないといけないものもあるじゃないですか。大事なものを送るっていう時にね、基本的には大事な情報を送る時っていうことになるんですけど、まあ実際には物も送れますからね。で、いう中で、じゃあ、ちゃんと保険も保険代を払ったらくれたらちゃんと保証もしますよという保険代ということなんですね。で、そんな中でじゃあ会員書き留めって何なのかといったら、そうすると説明が簡単なんです。ドンと出てますね。ドンと今出しておきますけど、赤字で書いてあるところですね。ちょっと料金の説明をあったりします。上限が5万円ですよ。要は保証します。じゃあいくらまで保証するのかっていうところで、上限を5万円までに設定してあるっていうのが会員書き留めですということです。その代わり料金も一律で320円、これ結構安いんですよ。一般書き留めと比べるとね。要は、普通の書き留めとじゃあ会員書き留めって何が違うのかといったら、もう単純にこの賠償金額なんです。が違います。要は、それまではね、これができるまでは最大の保証金額が10万円だったんですね。ですけどね、そんな10万円もするものだから送ることじゃないですか。1万円2万円ぐらいの価値のあるものを送るときに、わざわざこの10万円の払うのもないっていうときには、この会員書き留めっていうのが有効になってくる。その分お値段ちょっと安くなりますよっていうふうになってますんでね。もちろん320円にはプラス基本料金が必要になってきますよということです。まあ、ここにも書いてありますね。民営化後にできた比較的新しいサービス。民営化まではなかったんですね。10万円からの保証、10万円までの保証からしかなかったんですよ。で、いうことです。で、まあ、もう一つの特徴としては、一応追跡の履歴は簡略化されるそうです。これ実際にお客さんの画面見たことない。多分郵便局員が見る DOS の画面やと、あれは DOS じゃないか、郵便局が郵便局で中に専用端末とかが置いてあってね、それで問い合わせとかが来たらそれを見るんです。まあ私もね、局員やってたわけですから、それで詳しいデータを見れたわけなんですけど、どうも一般のお客さんに見れるやつはちょっと簡略化されるらしいです。普通の書き留めと比べるとね、っていうのが あるそうです。なんか中継局とかの情報があんまり映らなく反映されなくなるのかな、っていうことですね。で、口述する、書き留め類の特殊取扱い。書き留め類には書き留め類用の特殊取扱い、有名な内容証明とかそういうやつとかあるんですけど、他にもいろいろ細かいのがあります。これはまたね、説明する動画があるんでね、ご興味ある方、ぜひ見ていただきたいんですけど、その特殊取扱いは、簡易書き留めにはつけれませんよ、というふうになります。で、宛名名に赤字で、簡易書き留めと明記してください、というふうになりますね。まあ、大体、簡易書き留めというと、これ上はついとったかな、まあ、こんな感じで封筒があるとしたら、こんな感じでなんかバーコードがね、なんか両端が赤いバーコードが揃えたことはあるかな、ないかな、分かりませんけど、青いのが特定記録で、赤いのが簡易書き留めになります。一般書き留めはちなみに、ここが白色でね、現金書き留めは緑色とかってあるんですけど、それで、ここに11桁ね、これちょっと書ききれませんけど、11桁のバーコードが書いてあるはずです。で、ちなみに一番最初は3番か4番から始まるはずです。5番は特定記録ですもんね。そうそうそう。とかってね、実はそういう細かい違いがあったりするんですけど、ここに、これが貼り付ける前にね、必ずここに、簡易書き留めって書かないといけません。これ、書き留めだけだと、一般書き留めのことになってしまうんで、絶対この4文字で書いてくださいというふうになっております。で、まあ、
印鑑とかね、なかなかそんなに出さない、普段出さない人はね、もうあのこれ用のね、ポコンと押すやつ持ってないと思うんですけど、郵便局行ったらね、基本的にどこの郵便局にも、でも印鑑用意してあるはずなんで、それで押せるはずですし、まあね、どうしても気になる方でしたらね、あらかじめ書いてね、あの多分封筒とかに物を入れた後に、ね、書くボールペンとかで書いたらね、あの写っちゃったりとかね、あの簡易掛け止め出すってことは、それなりに重要な書類でしょうから、ね、そのあたりはね、注意いただいてたと思いますけど、まあ一応簡易掛け止めこういうふうにして、なってますよということですね。まあとにかく大事なのは保証の金額ですから、これは入れるときは書き留めの説明ですっげえ楽なんで、書き留めはあくまでも保険ですよっていうのを頭に入れておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。その中でいわゆるちょっと、簡易的なね、要は5万円までっていうふうにしてね、安くするっていうので、なってますよと。ちなみに一般書き留めだったら最大500万円までいきますからねっていう違いがありますということです。まあ、あの具体的な出し方とかそういうのはね、あの共通の方で説明してますので、そちらをご覧くださいということで、これぐらいさせてもらいましょうかね。以上で締めさせていただきまして、ご視聴ありがとうございました。